いや、いいね。超可愛いんですけど、どうした？あゆなさん、こんばんは。こんばんは。今日も一日、頑張ったですね。やったね、ミルクに褒められた。そろそろ、のんびりして、いい時間かな。あゆなさんと、のんびり、のんびりと、よく見るテレビ番組でも、見たいです。2人は一体何のテレビ番組をよく見てるんだ。あゆなさんに会えて嬉しいな。それがちょっと前から気になったんやけど。今日はとってもいい日なのです。かわいい。いっぱいいっぱい、ちょっとなんかね、服ブカブカの感じもかわいいよね。今日もいっぱい遊ぼうね。もちろん、いっぱい遊びたいです。はい、それじゃあご飯新しいの作れるようになったんじゃない？ほら来た、ドリアグラタンやった。熱々のマカロニグラタンで、猫舌の人は注意が必要。この辺のは猫まんま2回、焼き魚1回。何回作った？あ、わかるね。猫まんま2回の焼き魚1回。最近焼き魚じゃなくて、猫まんまあと1回作ったら、ここがまた出てくるんやね。じゃあ今回はグラタンで行こう。猫とお料理クッキング、レンガで素早く切りましょう。さあ来い。すごいすごい。上手です。何これ、じゃがいも？上手です。やね、きっと。トントンです。トントントン、トントントン。もう全然時間余裕。やっぱ赤いけど赤いけども、ぴったり5秒で止め、ちょっと取り出しましょう。このタイマー可愛い件欲しいよね。1、おいしくなーれ。3、4、まだかな。5。あー、6分20。結構過ぎたね。思ったより過ぎたんやけど。マジでそんな。890点か。なんかちょっと低いね。待ちきれないよ。待ちきれない。ちょっと冷ましてから食べた方がいいと思うよ。てかいつも思うけどさ、このいちいち食器もかわいいよね。ハート型のお皿とかめっちゃかわいいやん。お、エピソードが追加された。はい、エピソード。見てこ見てこ。え、てか桃の懐中時計はどこ行った？桃ちゃん、あの桃ちゃん聞いてるです？寝てるんじゃないの、もしかして。立ったまま。ももちゃんわ、びっくり。大きな声出したらびっくりよ。さっきからずっと呼んでるのに、ミルクが。何回も呼んだんですけど、何をしてるです？ももね、今猫チューブ見てたの。スマホでってこと？猫チューブって、なるほど、今時の子だね。スマホで見る動画のことですよね。そうそう、猫チューブってとっても面白いのよ。猫の間でもやっぱりそういうのは流行ってるのか。一日中ついしちゃうことしてる動画があったりね。一日中ついしちゃうことしてる動画、どういうこと？24時間動物チャンネルがあったりするの。ほうほうほう。桃が今一番お気に入りなのはガチャガチャ動って動画。何それ？ガチャガチャって回して丸いのがポロって出てくるの。なんだフルよ。ガチャ動画ね。なるほど。面白さは、桃の一日、猫チューブ、動画が撮れるくらい。マジでそんなに？猫チューブに宇宙でお返事なかったんですね。なはは。ミルクの顔よ。あ、そうだ。あゆなさんは、スマホで何をよく見るの？ミルクそのままの顔なんやけど、ちょっと大丈夫？スマホで何をよく見るの？YouTube か、この中だったらどれを見てみたい？どれを見てみたい？猫チャンネル、アイドルテレビ、好きな遊び24。やっぱ好きな遊び24って何？アイドルテレビ、猫ちゃん、猫チャンネル。猫チャンネル、桃も見てみたい。猫チャンネル面白そうです。あ、自分たちも猫だけどね。そうそう、動画もいいですけど、素敵な写真をアップする、ニャンスタグラムだね。ニャンスタグラムもお忘れなくです。あ、ミルクちゃんが一回写真撮ってると思ってたら、やっておかないと。
なになに？インスタグラムにアップする写真だったのね。あ、なるほど。ミルクの方はニャンスタにハマってるわけだ。あー、なんかぽいぽい。そうだったんです。キラキラ女子っぽいもん。かわいいニャンスタ写真をいっぱい撮りたくて。なんかね、ミルクが写した写真を見てみたいんだけど。スマホっていろいろできて魔法の箱みたいね。二人ともスマホに取り憑かれてるわ。あ、でも読んだらお返事はしてほしいです。まあね、集中してるのはわかるけれども、うん、これからは気をつけるね。でもそこまで集中する？みんなの声ぐらい聞こえるけどな。はい、それじゃあ、そう、ガーデニングでね、また新たな組み合わせをしたから、また新しい植物が出来上がるんじゃないかなと。どうでしょう。何あれ、あの一番左のやつ、何ができたん？あれレタスじゃないよね。違うよね。何、なんか伸びた。どういう状態？あ、てかあれ朝顔や。いちごと朝顔は私同じかと思って。これ出来上がっとる？何ができとんこれ。全部収穫。あ、間違えた。まあいいや。もうできとるよね。はい、全部収穫します。朝顔、これは別にあれレアじゃないんや。はい、朝顔懐かしいね。もうなんか小学校といえばやん。白菜？あ、白菜なん？マジで？なるほど。白菜できたよ、白菜。はい、そしていちご。今回はじゃあ朝顔と白菜がちょっと新しく図鑑に登録されたっていうことやね。よし、頑張って植えていきましょうか。また不思議だね。あ、そっか、この組み合わせでいくと朝顔に、ん？これはカントリーハッチ。あー、素材が足りない。なんてこったい。なんてこったい。まだ 5%、20%、20% の確率で違うものが出来上がるんか。ちょっと気になるよね。はい、そして、あー、もうあとは、あ、この組み合わせでのコンペイトをやったことないんや。よし、植えてこ。何が出来上がるかな。さあ、そしてコンペイト、これも 35%。 35% 別のものが出来上がるっぽいけど、はい、植えて植えて。じゃあここにも、はい、コンペイトを。あ、2人ともちゃんと収穫したんやね。で、ちょっと丸い種3個とコンペイトを3個、はい、もらっていきます。さあ、そしてお出かけしよう。お出かけ、山に行こうか。山の縄張りパトロールへ出発。縄張りパトロール始めるです。ゴールできるかな。ゴールを目指すです。頑張ってこう。あ、1になってしまった。疲れてないです。やったね。全然、出発したところやけん大丈夫よ。見つけた枝。この辺のは一体何に使ってるんだろうか。ドキドキ。絶対ゴールせんや。幸せですね。お、スコップを持っていないので素材を探せませんでした。ショップでスコップを買ってプレゼントすると探せるようになります。く、スコップがない。早く行こうよ。行こう行こう。全然進めないけど行こう。はい、ゲット。綿花でいいかな。ルンルン。はい、みんな一緒嬉しいな。今回あのクマに会えるかな。やった、クマとも。クマとも会うたびにいろいろ変わるんかな、クマとも、とのやりとりというのは。ルンルン。く、あ、クマとも会えるよ。幸せですね。ね、あ、来た来た、クマとも。フレンドレベルが増えるけん、それによって多分プレゼントとかは変わっていくんかな。あ
パトロールをしてお家に帰るです。一応あのやりとりみたいなのは最初の1回とレベルアップした時だけかな。お、パトロールレベルが3に上がったよ。やったね。はい、それじゃあプレゼントを買いに行きたいんやけど、買うのはお出かけやったっけ。シャープ、まだね、メイクルームが使えんけんね。まだまだ解放される部分はあるんやな。ファッションセット、なかなかこうなって、おめかし、カジュアル、芸術の、めっちゃ可愛かった今の。めっちゃ可愛かった。あれ、でもあれなんやね、ももは別に男の子というわけではないってこと、ボーイッシュな女の子ってことかな。だってこれスカートよね、思いっきり。ね、めっちゃ普通にスカートよね。爽やかおでか、これってさ、どうやって買うん。なんかめっちゃ思うんやけどさ、買えんのよね。どういうこと。どういうこと。あ、帽子めっちゃ可愛い。この帽子可愛いんやけど、買おう。これはセット、この2人分買えるってことなんかな。ちゃんとちょっといまいち分かってないけど、トップス可愛い、めっちゃ可愛い。でもさっきのやつに合わせるとしたら、さっきのどんな感じやったっけ。なるほど。あ、これ可愛いかな。これにしよう。で、ボトムスはスカートがいい。めっちゃ可愛い。はい、買います。これセットじゃなかったら買っていけるんよね。なんなんやろ。なんなんやろ。さあ、これでちょっと、あ、そう、ガーデニング釣り、ここかな。いや、ここじゃないな。あ、花とかも買えるやん。プレゼント、プレゼントでスコップ、スコップはえないやん全然。じゃあとりあえず新しく増えたやつ、お絵描きセットを買いましょう。はい、この辺はお金で買えるんやね、普通に。あ、高いな結構。だいぶ高いな。はい、じゃあこれで着せ替えを。あ、やっぱり一人分なんかこれは。どうしよっかな。ちょっとミルクの方を着替えさせようかな。ちょっと待って、ミルクはどうやって選ぶんだこれ。あ、猫を選ぶ。はい、じゃあこれでミルクに、はい、ブラウンオータムベレー、そしてトップス、あ、めっちゃ可愛い。はい、ボトムス、あ、可愛い、超可愛い。あ、靴とかもあるんか。靴選べんかったよね。まあ、これでいいとして、あー、着替えたよ。めっちゃ可愛いんですけど。いや、いいね。いや、いいね、超可愛いんですけど。どうした、めっちゃ可愛いぞこれは。あれなんよね、別にあげたもの、あ、プレゼント、ここでプレゼントを渡すのか。プレゼントをあげましょう。はい、お絵描きセットだよ。お絵描きセットをプレゼントしました。わーい、画用紙とクレヨンだ。さっきなんかルーペと他のもあったけど、あれは渡してないってことか。お絵描きセットずっと欲しかったんです。マジで、よかったよかった。お絵描きに仲良く使ってね。うん、仲良く使う。2人でね、同じ色をなったらどうしましょう。それは交代、代わり番号でしょうよ。その時はじゃんけんしよう。それがいいです。早速お絵かきして、なんか秋と夏って感じになったな、服装。はいです。ふふふ、楽しいな気持ちです。あゆなさん、ありがとう。いえいえ、ありがとうです。うん、やっぱあれだな、ミルクは女の子らしい格好で、ももちゃんはちょっとボーイッシュな感じの格好が合うんかな。お絵かきはしてくれないんすか。はい、じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかセットの服の買い方がいまいちわからんのやけど、まあ、とりあえず単品では買っていけるけんいっか。まあそのうちわかるでしょう。